どうもこんにちは。珍しく帽子をかぶった瀬戸康史です。ですね、僕ね、今日めっちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しいんですよ。タネちゃん、ご存知ですかね、皆さん。タネちゃん。ね。去年の2012年11月のですね、に渋谷でですね、iFi カードのイベントがありましてですね、そちらに僕は招待いただきまして、行ってきたんですけれども、その時にその iFi カードっていうカードをカメラに入れて、自分のカメラでアイドル社員タネちゃんをこう写真撮影するっていうイベントがあったんですよ。でその時にね、私タネちゃんに初めてお会いしたわけでございまして、その時です。3分だけ好きなようにタネちゃんをもうあなたの思い通りにできるみたいな、そういう素敵な3分間をね、僕も過ごさせていただいたんですけれども、その時にタネちゃんとみんな名刺交換したんですよ。僕ももちろん名刺持ってきました。そしてタネちゃんに渡して、僕もタネちゃんの名刺いただいてですね、まあそれでまあイベント終わったわけなんですけれども、それからですよ、Facebook でですね、タネちゃんとお友達になりまして、まあそのまあ個人的なね、やり取りをするようになったわけなんですよ。させん。その他にもですね、私タネちゃんからね、こういうものをね、いただいたりなどしましてですね、先月の iFi さんのイベントではお世話になりました。2013年のカレンダーができました。よろしければお使いください。いつも楽しく動画を見させていただいてます。タネというわけでね、これはもう完全にもうあれだなと、気があるなと、脈があるなと、もうタネちゃんはもう結構僕よりに寄っちゃってきてるなという、というわけでね、まあこうやって、まあ、完全にこうそういう感じでもうメッセージさせていただいたんですけれども、そんなタネちゃんからですね、今回またメッセージが来まして、節さん最近Galaxy S4 とか、HTC G1 とか Android 携帯使ってらっしゃいませんと、ちょっと使い方いろいろ悩んでらっしゃるようじゃないですかと、いただきまして、ぜひ私にお手伝いさせてくださいと、お手伝いさせてくださいということで、タネちゃんからメッセージいただきまして、セツさんにAndroid携帯ゼロから教えて差し上げますと、ちょっと狭い部屋ではあるんですが、二人きりで一対一でセツさんにAndroid携帯、ゼロから教えしたいですけれども、節さんご予定いかがですかということで、お話いただきまして、狭い部屋で二人きりでAndroid携帯のことをね、タネちゃんに教えてもらうということで、いや来たなと、もうこれ来ちゃったなと、狭い部屋で二人っきり、まあタネちゃんち狭いのかな、っていう、まあでもそのままぎゅうぎゅうみたいなね、もうぎゅうぎゅうみたいな感じでこう教えてもらうみたいな、アンドロイド以外のこともね、まあいろいろこう、まあ、教えていただけるっていうことで、でもこれ来たなと、もうちょっともうこれね、だからもうちょっともう帽子かぶっちゃってるから、もう普段のモードじゃないから、もうこんなね、こんな感じでもうちょっとね、こうなんか完璧なモードで、もうさせんというわけでね、今日はね、このアンドロイド携帯、まあアンドロイド、まあそのまあいろいろなことをね、教わりにタネちゃんに個人的にお会いしていきたいなと思います。では渋谷に行ってまいります。
誰？